今回はですね、テーマ挫折っていうことなんですね。塩さんから挫折について、いや今だろうっていう感じなんですけどね、今挫折だろうっていう感じなんですが、まあ挫折というよりかですね、一番僕は転機になったことっていうのは忘れもしない大切な僕の宝物なんですね。だから挫折と言えるかどうかは分かりません。ただ、本当にね、僕がそうですね、この外食人生の中で、本当にね、嫌だな、つまんないな、つまんないって外食やってて思ったのは初めてですね。そんなことをね、ちょっと今日お話しできたらいいなと思ってます。実はですね、これはいつかというと、もう私がスカイラークグループ、そしてスカイラークグループの新事業としてアイヤというですね、会社におる時なんですね。でこのアイヤというのは、もともとがスカイラークが新事業をやろうということになった時に、和食のチェーンを作りたいと、ついては誰かやりたい人いないかということで、私はスカイラークのエリアマネージャーをやってたんですけれども、その時にやらせてほしいですということで手を挙げて行かせてもらいました。スタート4人で始まったこの新事業だったんですね。で1号店はその後、まあ名前を変えたりマニュアルを作ったり、ね、商品を決めたりっていうようなことがありました。そして、実際にはお店がオープンする時に僕が1号店の店長をやりました。そして2号店3号店というような形で、このアイヤが徐々にですね、確実な手応えがある時だったんですね。そして、ちょうど私がその時7点を超えたぐらいでしょうか、当時、エリアマネージャーのような仕事をアイヤの中でやり始めました。ただ店数は、まだ当時が7点から14点ぐらいになる時ですね。14店舗ぐらいの時に、だいたいエリアマネージャーが2人か3人いたんですけども、まあ、私はたまたまね、1号店の店長もやったし、そのアイヤの創業からおったもんですから、なんとなくこの営業のリーダーを僕がやってたような感じなんですね。でそんな時にですね、14店舗あった時、1店舗あたりの平均年商はなんと3億ですよ。当時3億超えてたんですね。それで、とにかくこれから先お店を出すにあたって全部店でやってたんです。アイヤは全部店なんですよ。でこれももう技術とそれから成長のスピードがだんだん追いつかなくなってくる。でその時に工場を作ろうという話になりまして、ただ和食の工場っていうのは当時日本の中にはあまりなかった時ですからね、それこそ僕は営業の責任者として、それは最高ですと、それができたら料理提供とか仕込みだとかローン管理だとか、この辺がねすごく苦しんでた業態だったんで、特に売れてましたからね、嬉しい悲鳴なんですけども、反面ね、ローン管理がなかなか、特にキッチンが大変、あるいは仕込みでね、なかなか生産性が上がらなかったり、商品がばらつく、そして提供時間、料理提供時間が遅れてしまう等々があって、これをどうやって解決できるかと思った時には工場はいいなというふうに僕は思ってたんです。で実際に工場を作るぞってなりましてね、プロジェクトが始まりました。でも僕は営業の責任者です。外食ってね、不思議なもんで営業って花形なんですよ。そして工場部門ってやっぱりバッカヤトなんですよね。でこれも紛れもない役割の違いですからね、偉いとかそうではない、ただそうだったんです。で特に私は工場を全く知りません。スカイラークっていうね会社の時に、東松山に大きな工場がありました。そこでもちろん見学に行ったことあります。だけど工場は工場、営業は営業、そして工場でやることは自分たちとは関係ないぐらいに思ってたんですよ。で営業はやっぱりね、お客様に一番近いし、やっぱり花形だしって思ってました。売り上げ稼いでるのは自分たちだぞぐらいに思ってました。で僕も営業のアイヤの営業の責任者として、12月の24日忘れもしません、クリスマスですよ。でその時に、当時の社長から、久原君、今日ちょっと話が夜呼ばれたんですね。で当時アイヤの会社本社は三鷹にありましたから、僕は自分の中でね勝手に決めてたんですよ。お前来年から、営業部長だね、もう言われるとばっかり思って、それぐらい営業のねことが大好きだったし、アイヤのね営業はもう自分が一番よく知ってるぐらいに思ってましたから、さあ実際に12月24日、社長の話面談に行きました。そしたらね、なんと営業部長どころじゃないですよ。今度工場をねこう建てるにあたって、これはねどこまで本当か分かりませんよ、
お前を営業部長にしようと思って、スカイラークのグループですからね、スカイラークの人事に相談したんだと。そしたら当時僕はまだ26歳ですね、26歳で、部長、営業部長っていうのはいくらなんでもね、新会社とはいえいくらなんでもそのバランスが悪すぎると、それはスカイラークの皆さんとっていうことになって、で ついては何が一番僕のためになるかっていうことで考えた結果、工場の責任者やねっていうことなんですよ。もうね、これを聞いた時にね、思わず聞きましたね。僕なんか悪いことしましたかって。っていうのが僕の工場のイメージなんです。それで、その日は当然車で通ってましたから、家まで帰るときに、そうですね、もちろんあれですよ、お酒なんか飲んでませんよ。でもね、頭が混乱して、どうやって家まで帰ったかわからないんです。それぐらいね、ショックなんですよ。まさにね、頭をね、金槌で頭を殴られたってこの感じかなと思ったんです。で、とりあえず分かりましたとは言ったものの、全然心に入らないんですね。落ちていかないんですよ。で、じゃあ引き継ぎはどうしましょうかって言ったら、とどめですよ。一日も早くって。でも少なくとも正月営業もあるし何もあるしって言ったら、いやいやそんなことよりも優先は引き継ぎだと。で、一日も早くやってほしい。で、それまで工場の責任者っていうのはもうプロジェクトは始まってたんでね、もう場所も決まり建設も始まってる時だったんです。で、そんな時に、その方が営業の部長で、僕がそのリーダー、あの工場のリーダーっていうね、ことになったんですよ。もう僕はね、それからね、ずっとどうでしょう、仕事が身に入らないんですね。もう楽しいなと思ったことないです。しかもその間、工場の建設中というのは何をするかというとですね、実際には工場 の現場に行きましてね、要するに現場監督から、桑原さん、これは FL1000 でいいのって言われるわけですよ。そうすると僕はそこで聞くんですね、 FL って何ですか。そこでまたこう、もうその建設会社さんから、お前そんなのも知らないのか、よくそのやつがリーダーやってるなっていうところからですよ。犬走りって犬なんか飼わないっていうのにって思いながらね、わからない建設用語ばっかりで、そして何のいいかどうか許可をされたって答えようもないですよね、知らないんだから、だから答えに時間がかかる、ね、そんなことをずっと繰り返して、でも面白くもなんともないんだけども、忙しさだけはあったんですね。だからなんとなく日にちは過ぎてきました。さあ、できるだけゴールデンウィークは前にお店からね、スタンバイを取ってあげたいなと思うじゃないですか。僕はやっぱり営業の気持ちがあるから、そしたら営業楽なんだろうなと思ったんです。さあ、4月の25日に工場の竣工式やりました。そして、実際には26日から稼働して、14店舗中7店舗分だけ先にやろうよって言ってね、決めていきました。ただし7店舗ね、ランチタイムで売るものは朝の5時から7時までで作ったものをお昼までに運びますよ。で、7時から今度ものを作ったものは夕方の4時までに全店に運びますよ。1日2回配送、フレッシュ配送だったんですね。やっぱり和食ですから。で、これがまた差別化の一番の武器だということでやってたんです。なんとですね、初日7店舗に絞ったにもかかわらず、朝7時に出発するはずのトラックが夜の9時になっても工場出られないんです。なぜならば物ができないんです。そしてゴールデンウィーク入っちゃいました。ゴールデンウィークなんと14店舗全店ディナーの一番のピーク、お店クローズです。売るものがないんです。もう永久戦犯どころじゃないですよね。で、もうとにかくお店のメンバーには申し訳ない、ただそうは言いつつですね、僕たちも別に遊んでたわけじゃないんですよ。26日から、ずっとゴールデンウィーク明けなんかですね、24時間体制です。24時間体制で物を作ってもできないんです。もちろん僕らの作り方がな、ね、全然ダメだったっていうことなんですけどね。で、ゴールデンウィーク実際明けました。お店にはすごい迷惑かけながら、で 日にちだけは過ぎていきました。で、そんな時に僕はもうくったくたでね、僕だけじゃないです、社員全員がもうね、誰かの顔が見えないと心配で冷凍庫見に行ったぐらいです。
じゃないと睡眠も取れない中でやってましたから、冷凍庫なんかでもし寝ちゃったらね、本当に命にかかりますんで、それぐらいね、そっちの方も心配なぐらいみんなね疲労困憊で、もう思考能力なんかなくなるんですね。普通にお昼ご飯なんかね食べられないですよ。食べるよりも寝たいんですから。そんなね究極のまあダメさ加減の、工場になってしまって、もちろん製品もばらつきます。量もできません、ね、ピッキングミス、納品ミスも多発します。品質は天つゆって貼ってあるねパックがポン酢だったなんていうのはザラでね、こんなもうどうしようもないところから始まりました。僕はその時がね一番、今思い起こしても一番嫌だったことで、そして一番自信なくなって、そしてこの外食がつまんなくてつまんなくてしょうがなくなってしまって、でそんな時にですね、じゃあこれで何のきっかけでこれ立ち直ったのかっていうとですね、ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。